お、すごい。あれ、こんばんは。これコメントどうやってやるんだ。こんばんは。遊びに来たよ、嬉しい。マナフィーです。はじめまして。あ、嬉しい。そう、パチパチパチ、久しぶりです。あ、できたできた。あ、嬉しい。皆さん今何してるんですか。こんばんは。なんだ、お久しぶりです。わ、嬉しい。みんな見えてる、聞こえてるのかしらね。嬉しい。元気、元気です。いつぶり？結構久しぶりかも。ヘアスタイル似合ってる、嬉しい。待機してました、嬉しい。ショールーム、あ、そりゃそうか。皆さん何してるんですかって言ったら、みんなショールーム見てるよ、かっこ笑ってきた。そりゃそうか。え、嬉しい。ショールーム見てるだけ、なんかご飯食べたりとかしてないんですか。お風呂入ったりとか。わあ、嬉しい。こんばんは、嬉しい。マナフィーって、マナフィーです。あ、布団でゴロンしながら見てた。なるほどね。お風呂はもう入ったよって。あ、そうか、録画してた。ひなあい見てる。嬉しい、ありがとう。あれか、影の卒業のやつですね。珍しいねって。そう、珍しい。マナフィーバーしてなかったって。いつマナフィーバー、いつ。そう、それは思ってるで。クイズよかったよ。あ、クイズね。あれね、卵ダンス、卵卵卵卵あれ絶対卵ですよ。本当に卵だったのよ、あれ。実は本当に目玉焼きだからね。いや、あれ、あの影の卒業のセレモニーで久しぶりにやったやん、あの夏色のミュール。その時に久しぶりに、あの久しぶりにやるからって言ってリハーサルやったわけ。そしたらそのダンスの先生がこの振り付けになった時に、卵卵って言ってたの、ガチで。これほんまに、そうだから、卵やんみたいな。そう、まさかの。ワイはカタツムリ派だけどね。あ、そんな人もいるのね。それは持ってんで。いや、持ってないんよ、ガチガチ、ほんまに。マオに聞いてよって、目玉焼きじゃないの。いや、だからそのメイメイと影はずっともしかしたら目玉焼きって二人で言ってたのかもしれん、どこかで。でもそれを知らんかったの、私たちは知らなかったんです。びっくりですよね、本当。そう、まあでも二人が会ってたので正解ということで。なんか面白いなーって。それはまたって。怖い話、怖い話。確かに怖い話かも。これ知らんかったもん、目玉焼き。そこで初めて聞いた。マナフィーポーズやって、ふいふい、これマナフィー、これマナフィー、久しぶり。本当にあった怖い話。おう、マナフィーさん、今日はマナフィーヘア？マナフィーヘアは、マナフィーヘアはあれだ、このシナモン、シナモン編み出したんです、マナフィーヘア。
なんかこれここのやつをこうするとわかる、これこうするとシナモンになるの、ぽくない？シナモンっぽい。シナモンヘア天才って嬉しいめっちゃ可愛いね、嬉しい。それは持ってんでですか、本当に言ってますか。お、なんだこれすごい。あ、一期生でご飯食べた。あ、そうですよ、一期生いまだに仲いいです。みんな仲いい、すごいよね、いまだに仲いいの。もうここまで仲良かったら絶対に一生もう仲いいと思う、本当。そう、みんな元気でよかったよ。うん昨日はさ、ねるちゃんにも会えたし、ティフでめちゃくちゃ結構久しぶりだったかも、あの超嬉しかったです。としちゃんが言ってたって、あ、そう言ってたね、ずっともう親友、もちろん親友とずっと隣で喋ってましたティフ大取りおめでとう。うん、遊ぶよ全然、みんなとまだめっちゃ仲いいし、それこそなんか昨日のティフのなんかライブ終わった後にトークみたいなちょっとだけあったんやけど、そこでもなんか未だにこうひらがなけやきかっこ12人みたいなグループで、本当に何かあるとすぐにみんなで話すし、こう懐かしい動画とか送り合って、うわ懐かしいみたいな、この時楽しかったよねみたいな、わしも入れてくれ。いやー、まあひらがなけやきは12人なので想像してお楽しみください。そう、動画とか送り合ったり、頑張ってねって。ナイちゃん妄想はかどる本当？本当ですか？みんな友達、そうずっと友達、ご想像にお任せしますと。わかりました。うん、みんな元気だったって。元気だったよ、みんな。もうめっちゃ元気ですよ、相変わらず。そう、なんかさ言われんのよ、そういうご飯会とか行ったらあんま喋らなさそうみたいな、マナヒあんま喋らなさそうみたいな、端っこでなんかちょこっと親友と二人で話してるんでしょみたいな、いやいやって感じ。なんかほんまになんかそういう時めっちゃ喋っちゃうの、なぜか。あのオードリーさんとさ宮崎のロケの時とかもなんかめっちゃMC みたいに仕切ってたって言われてたやん。なんかいっぱいでご飯行くとめっちゃ喋っちゃうの、なんか楽しくて。そのなんかその時もなんかみんながこうなんけその1期生のご飯会の時もみんながもうなんかちょっと寒くないみたいな、この部屋寒くないって言ってたから、じゃあ店員さんに言おうって思って、すいませんみたいな、ちょっとこの部屋あったかくしてほしい時ってさ、何やっけ、あったかくしてほしいって冷房弱めてくださいって言うやん。それがなんかもう分からなくて、あの冷房あれ、あの あれもうあったかくしてくださいこの部屋みたいな、なんかもうよく分からんテンションでめっちゃなんかやっちゃって、あはずみたいなそうなんか楽しくなっちゃうのよ、みんなでいると。そうね、冷房に厳しいから、結構みんな温度には厳しいから想像通り、皆さんのご想像通り。あ、温度上げてくださいって言えばいいんだ。それがもうマジでわからなくて、なんかもう
あ、ちょっとこの部屋あったかくしてくださいみたいな。本当にふん微笑ましいねって。だし、なんかそのみんなで解散した後もなんか喋り足りなくなるわけ、速攻から。そう、語彙力なくなる、語彙力なくなった。あ、この配信のハッシュタグ、え、何にします？あ、まあでもハッシュタグ高瀬マナーではぜひつぶやいてください皆さん。え、でも今ってつぶやくって言うんですか、なんて言うんだ、 X してくださいみたいな皆さんぜひこの配信がいいなとか、今見てるよって方ぜひね、ハッシュタグで高瀬マナで広めてください。あ、ハッシュタグマナフィールーム、ハッシュタグこれマナフィー、ハッシュタグマナフィーバーはめっちゃあるやん。絶対統一した方がいいよな、これ。あ、だからみんな二次会とかに行くんだよ。あ、なるほどね、喋り足りないからね。でももうね、みんないろいろとあるので、次の日も健全に解散して。でももう喋りたすぎて誰かに電話しようかと思ったけど、さすがにちょっとやめました揃えましょうって。なんかね、全員全然違うこと言ってる、ハッシュタグ。あ、マナフィールーム、あ、全部ひらがなでマナフィールームにしよう。いいやんいいやん。あ、ハッシュタグマナフィーバーの方がいい？あ、マナフィールームでいいよって。あ、じゃあハッシュタグマナフィールームでお願いしますあ、ルーム、ルーム、そう、伸ばし棒ルーム、いいねって。ええやんええやんって。え、じゃあ皆さんぜひお願いします。これででも全然話題になんなかったら悲しいまあいいや、でもなんかその統一感あっていいですね、楽しい。お、1万人突破した、嬉しい、ありがとうございます。もう早速 X したよ。あ、嬉しい、フィーシーシーフィー。後輩と、あ、後輩と仲いいですよ、もちろん、もちろん仲いいです、もちろん。なんかでも本当にお出かけするだけが仲いいわけじゃないのよ、これは分かってほしい。めちゃくちゃ会ったら超喋るし、みっちゃんとのエピソード、みっちゃんは結構喋りやすい、てか喋る、結構こないだも喋って、なんかありがたいことにね、髪の毛がすごい綺麗で羨ましいですみたいな言ってくれて、何こうこれ使ってるよとか、アイロンはこうしてるよみたいな教えてあげましたそうそう。でもひいきメンバーとかはないですよ、特にみんな可愛いので。可愛い、わ、ミッフィー、ミッフィーいいね、可愛い、みっちゃんとフィーさんってこと、かわいいね。お、いっぱいいじられるのって。いじられるまではしないよ、まだ、さすがに。なかなか一気には話しかけられないよねって、いやそんなことはないでしょ、さすがにみんな話しかけてくれますよ。 2,3 期とは話しますかって、そりゃもちろんもちろん、もうそれはもうめちゃくちゃ喋りますよ、もう長年一緒にやってきてるんで。一期さん怖いからって、怖くないよ、怖くないよでも、あ、怖くはないよ、本当に。
ムッキーさんも人間やでって。そう、みんな人間。ミクニンとのエピソード、ミクニン仲いいですよ。でも最近気づいたの、高瀬マナと高橋ミクニで一緒なの、 T と M で。すごくない？すごくない？結構でもフォーメーション近いから話すようになったかも。意外となんかこうラジオとかインタビューとかも一緒にしたから、似てなさそうで意外とあ、こういう考え方は似てたりするんやなみたいな。そうそう、 TM 姉妹って、 TM 姉妹だ、イニシャル同じやんって。そうなの、タカトークやってたね。あ、嬉しい、聞いてくれたんですね。やっぱメミフィーが一番だったなって。嬉しい。でももうそれはもうね、殿堂入りということで、いまだに仲いいので。月刊エンタメ読んだよ、嬉しい。カトシとはバチ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 だった、だったかな、過去形。レコメンがの時代、たまにこう呼んでいただきたりとかもしてた時代はバチバチだったんですけど、今はもう仲いいこと公認してます今はってビジネスじゃんってビジネス、あ、そうですね、ビジネスバチバチね。えまたなんかラジオしたいな、ラジオ。なんかちょっと前に頂点っていうゲームの番組にほんの少しの期間こうレギュラーで出させていただいてたじゃないですか。それが終わってからこう何か定期的にあるって言ったらひないぐらいなんで、またねなんかそういうレギュラーで何かあるっていうのはすごいいいなーって、何かできたらいいなーって思います。目標、うん、目標で頑張りたい。懐かしいって、あ、骨組みだらけの夏休み、いい曲、嬉しい。ついに、本当についにセンターやらせていただきます。ありがとうございます。本当に今やりたいこと、あ、そうね、なんかでもユニット曲はまあ日向坂になってからまだ一個もなかったんで、絶対にやりたいっていうのは言ってて、で今回のその帰省曲のセンターもまあユニットとか含めたら1期生全員もうセンター経験者だったんで、すごい皆さんがあとマナフィーだねみたいな、マナフィーもやってほしいみたいな、すごいそれこそ言ってくれたりしてたから、期待もしてくださったからこそ多分このタイミングでやらせてもらえたんだなっていうのはすごい思うので、もう皆さんに感謝です。あとやっぱそうやって言ってもらえることも多かったからこそ自分も絶対叶えたいなって思ってたので、とにかく嬉しさもあるけどなんか安心しました。一つでも少しずつでもなんか夢が叶えられて、うん、嬉しかった。ずっと待ってたよって、嬉しい。 MV も欲しいって、あ、そうなの、 MV じゃあ、ね、目標は MV があるユニット曲はいつかはねやりたいですよねそう言っていこうって。なんかこう結構どんどん叶えていきましょうって。そうなのよ、なんかこう歌番組とか今ありがたいことに出させていただけるじゃないですか、結構ね新曲を出したら。そこでこう新しく見てくださった方とか、この子気になるみたいな言ってくださった方とかも、 MV があったらどうぞみたいな、結構
たくさん映ってる MV とかがあったら、これ見たらこの子のこと分かりますよみたいな感じもあると思うので、なんて言うんですか、相乗効果みたいな感じでやりたいですね。日向坂チャンネルで作ったらって、めっちゃいいですね。自分たちで MV とかめっちゃ夢。しかもなんかその曲が夏休みの曲なんですけど、ちょうど夏休みが終わる感じの曲なので、まだ結構期間はありそうなんで、ちょうど、ま、秋ぐらいまでだったら間に合いそう。オリジナルいいねって、うわめっちゃいい、コロヤス監督に頼もう。本当ですね。嬉しい。もし見てくださってたらぜひお願いします。やりたい。そうなの、なんかその夏休みが終わっていく感じ、海の家とかも骨組みもう畳まれていく時期の歌なんで。見てる？コロヤス監督見てくださってるの？嬉しい。こんにちは。大丈夫かな、指針みたいになるかな、大丈夫かな。ありがとうございます。ぜひまたよろしくお願いします。なんか機会があれば、本当になんか最近こうご一緒してないので、またそういう機会があれば本当にアピールしてる。いやでも本当にこれ素直な気持ち、やりたい、やりたいです。ぜひお願いします。まあなんかその本当の MV みたいな感じにはならないかもだけど、それもそれでね、なんか手作り感あってめっちゃ良さそう。ぜひよろしくお願いします。あ、 YouTube でやりたいこと、やりたい、でもいっぱいあります。やりたいこと、もう皆さんからやってほしいって一番多いやつはサンリオピューロランドなんです。やっぱシナモンずっと大好きなんで、となんかコラボとか、まあ、いつか夢ですけど、現実になるか分かんないですけど、したいっていうのはずっと言ってたので、乃木坂さんがマイメロディーちゃんとやってたのすごい好きで、グッズとかめちゃくちゃ集めてたので、いつかねできたらいいなっていう。そこでまず友達に、シナモンと友達になったらできるかもしれない。そこからどんどん仲良くなってシナモンとそういうことね、なんかプライベートでは行くけどお仕事でっていうのはなかったんで、ライブにも来てもらおうって、めっちゃいいですね。なんかイコラブさんとか結構ねやられてて、すごいもう私も好きで見てるんですけど、叶えばいいですね。お友達に、太っ腹だから大丈夫だよって。あ、そうなんですか。でも本当になんか、いやそれ皆さんの声大事ですよ。だってあのもう5年以上もう結構前、5、6、7年ぐらい前の時、全然欅坂時代の時にミュージックビデオに参加できなかった曲があったんですけど、それもすごいなんか皆さんがマラフィー参加してないの辛いとか、みんなで撮り直してあげてみたいなすごい言ってくださって、それをたまたまこう秋元先生とかが見てくださったおかげで、なんか撮り直そうみたいな、 MV 全員で撮り直そうってそうなったっていう話もあるぐらいなので、それぐらい皆さんの声って大事なんですっていう。懐かしいねって、泣けるって、感動したよって、だからそのずっと皆さんもうマナフィーですよって言ってるの。マナフィーを、このアイドルマナフィーを作り上げてるのは皆さんなんです。急にちょっとあれになったけど、あの怖い話みたいな、怖くはない、いやでも本当に事実これは。
ね、そういうこと、そういうこと、そういうことだよ。俺たちがマナフィーだーって、そうそう、怖い怖いって、怖い、まあ怖いと思った方はぜひハッシュタグたかせマナでつぶやいてください。いや、最近本当にもうずっとお家で渡辺直美さんの YouTube を永遠につけてるわけ。そしだからなんかこんな感じやん、なんか怖いと思った方はぜひみたいな。それがめっちゃ好きすぎて、一生もう朝起きた瞬間に聞いて、なんかその YouTube 見ながらメイクしたりとか朝の準備したりとかで、帰ってきてまたつけてお風呂入ったりとか、そう、もうなんかもう一緒に住んでるみたいな感じずっとつけてる。しかも1回で結構もう何時間、もう3時間とかあるのもあるじゃない、だからめっちゃ好きなんです。そう、ルーティーン。住んでる、一緒に住んでるのって、そうなんだ、コラス監督反応してるよ、ありがとうございますあ、そうそう、 YouTube で、あ、そうなの、サンリオ以外にもめっちゃもうやりたいこといっぱいあって、あとあれ、あの聖地巡礼とか、まあできるか分からんけど、青豚のっていうアニメのがめちゃくちゃ好きで、もう高校生時代、アイドルになる前から、あ、なってからかな、なってすぐかとかからすごい好きで、そういうのも結構もしできたらなんかシリーズ化とかできそうで、そう、最近映画も公開されて、江ノ島行きたい、もう、でも、あ、ドローン企画もやりたい、あの教えてもらおう企画みたいなで、ドローンとかもう料理とかでもいいし、そう、春代と一緒にインタビュー受けたやつです。私も青豚好きって、え、待って、青豚の豚が星になってるなんで、悪い言葉って思われてんだ絶対。そうだ、絶対思われてるわ。でも教わろう企画だったらめっちゃいろいろやりたい。マシュマロキャッチ、卵割れるようになったのって、割れますよさすがに、なんか料理できないみたいなイメージもあるんで、それも払拭したい、マナフィークッキングで春日さんとのコラボ、いや、そんな、それはもうさすがにすごすぎるわ。またまたって、いや、本気出せばできるよ本当にえ、できるんですかって、またご冗談を、いや本当に、あ、そうだ、ハッシュタグマナフィールームね、マナフィールームも大事だ、忘れてたわ、ハッシュタグマナフィールームもぜひよろしくお願いします。ステッカーもらって泣いたの、あ、そうなの、泣きました、めっちゃ嬉しすぎて、しかもその時期ちょうどだが情熱ワールやってて、それを見てすぐにオードリーさんに毎回会ってたので、もう超感動みたいな、お会いするだけで泣けてくるみたいな感情が入りすぎて、なんか、うん、ずっとこう売れたい売れたいって頑張ってたけどみたいな、いろんな話があったじゃないですか。うん、だからもうお会いするだけで泣けるみたいな、だからそれで、その上で今東京ドームでやられるっていう事実と、それでご本人からステッカーを、大好きな春日さんからステッカーいただいてるって、もうやばすぎません？やばいって言葉では
もう片付けれないぐらい。そうでもう この1年ぐらいで一番の号泣、ブワーみたいな、うえーって大号泣。そしたらなんか春日さんもああーみたいな、ちょっとなんか惹かれて、ありがとうみたいなやばすぎはず。そう、それは泣いちゃうよねって。そうなんです、大号泣で、ちょうどなんか結構周りにみんないたんで、みんなも大丈夫みたいな、マラフィーがない、マラフィー、まあ1期生は見たことあると思うけど、もう2、3期生とか4期生とかも、マラフィーさんが泣いてるの初めて見ましたみたいな、みたいなそう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 なの、あんまり泣かないもんねって。後輩ドン引きとか言って、ドン引かれてたらどうしよう、やばいな。うーん、そうなんです、あんまりね泣かないわけでもないんですよ。うん、泣くときは泣きます行きたいですよね、オードリーさんの東京ドーム行きたいです。そりゃそうだ、マラフィーも人間だったんだねって。逆に何だと思ってたんですか、人間ですよめちゃくちゃ。でもマナフィーはマナフィーという生き物です。ミーグルの時は緊張するって、いやでもミーグルの、あ、それこそリアルミーグルの時はこの感覚が久しぶりすぎて、こうドア開けて入っていったらもうその空気感、この今回のシングルの曲が流れてて、なんかこの感じ久しぶりみたいな、で後ろに皆さんからのお花がめっちゃ並んでて、超久しぶりこの感覚みたいな。でこうレーン見たら皆さんがもうリアルミーグリなんで、リアルの皆さんが並んでて、泣けるって、もう久しぶりすぎて、こんな、こんなんかオンラインももちろん楽しいし、ゆっくり話せるじゃないですか、ちょっとリラックスした感じで、だからまたリアルの時とは違っていいなって思うんですけど、なんか久しぶりすぎて超嬉しかったし、実際になんか来た瞬間に泣いてくださる方とかもいるんです。本物みたいな、嬉しすぎる、みたいな、それを見て逆に私ももらい泣きみたいな、そんな、みたいな、私と会うだけでそんな嬉しい、喜んでくれるなんてって、そうリアルは緊張したよって、いや緊張しますよね久しぶりすぎて。10枚目も行くから待っててねって、もちろんもちろんぜひ皆さん来てください、もう待ってるんで、ぜひぜひ、やんやんって。会ごとに髪の毛変わってて楽しかった、嬉しいマラフィー泣きまくってるやんって。そうなんか泣かんって思われるけど、結構そういう本当に感動した時は泣きますよ、さすがに。大阪でもある、そう今回大阪でもある、超楽しみ、地元なんで。でマナフィーが泣いた、そう次も楽しみにしてますって。なん持ってないって、持ってないって、持ってない、これはそうそう、大阪、大阪何食べればいい、やっぱたこ焼き、たこ焼きでしょ無難に。ツアー楽しみって、ツアーもめっちゃ楽しみです、ツアーも大阪あるしね。
シナモンに見えてきたとか言って、シナモン、あ、551めっちゃ大好き、絶対食べた方がいいです、おすすめ。ツアーで、あ、ツアーでやりたいよね、骨組みだらけの夏休みやりたい、ぜひやるかもしれないしやらないかもしれないし、楽しみにやりたいな、せっかくなんでね。でも夏曲、夏にシングル出すってなった時に多分皆さんもどんな曲かな、ワクワクみたいな、夏だから夏みたいな曲かな、可愛い系かっこいい系みたいな、楽しみにしてくださってだと思うんですよね。なんで夏のシングルで夏曲ができたのはめちゃくちゃ嬉しかったです。この時期しか、なんかでもその時期に特化したやつ、それこそあのひらがな時代の曲でハロウィンのかぼちゃが割れたっていうユニット曲とかは、ユニット曲だけどその時期になったらいろんなお店で流れてたりとか、ちょっとテレビつけてたらなんか BGM で流れてたりとかするから、なんかそういうバレンタインとかクリスマスみたいな曲、ザみたいなやつ結構定期的に出していけたら結構いいんじゃないかなって思うんですよね。夏色のミュールもだねって、そう、なんか夏なのかも、夏の女なのかもでも誕生日9月だから結構夏かもしれん。クリスマス曲欲しいなって、え、いいよねクリスマス曲。ひなくりもさ毎年やってるからさ、ちょうど良さそう。真夏夏の女だねって、そう、骨組みだらけの夏休みをやるときは私あれなんですよ、今それこそドラマでやってる真夏のシンデレラをめちゃくちゃイメージして、もう勝手に私は主人公みたいな気分でやってます。でも結構本当にドラマ見てる方は分かると思うんですけど、歌詞がそんな感じなんです。ボートのそのボートのところでバイトしてる子がひと夏の恋みたいな感じで、そう、確かにってさっき見たわってそう、まあだからそれでイメージしてくれたら分かりやすいんじゃないかなって。マナフィーも舞台やってほしいよって、え、やりたいです、やりたい、ミュージカルとか、あ、でもそれは多分次の日向日で話したの、ひなのと一緒に、だからぜひ多分放送なんていうのされると思うんで聞いてください宣伝上手だねって、あ、嬉しい、ありがとうございます、楽しみって、お、聞く聞くって、日向フィーショールームを定期的にやってほしい、え、やりたいですね。なんか誕生日おめでとうって言った、誕生日じゃないよ、まだ誕生日じゃないですよ、やってやってって、ひよたんとの会面白かったよって舞台やろうよって、1ヶ月に1回やってよって、9月20日だよね誕生日、そう誕生日、でも誕生日近くはまたやりたいです、ショールーム、去年も誕生日にやってるんで1ヶ月後くらい。メイク可愛いねって、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、
ラジオレギュラーをまずって、いや実現できたらいいですけどね、まあ夢ということで。アラヒや髪染めないのって。染めてます、染めてるんです。これでも染めてるんですよ知らんかった。今日何してたのって。今日はでもダンスしてましたよ。めっちゃみんな写真集出してってきてる。すごっ。でもいつかは出したいですね、やっぱりこの今の自分を残すのはすごい記念にもなるしね。ピンクに染めてって、めっちゃみんなピンク、すごい。でもそんなことしたら絶対に怒られますよどうしちゃったのって。可愛いんけどね。あ、ピンクジャージ目立ってたよって。あれか、ひなり派の。そう、なんか自分で見てもなんかやっぱり人数も多いし、自分がどこにいるか分かりやすいように自分のあのペンライトカラーもピンクなんで。ピンクいいかもって。反抗期って1日限定なら大丈夫だよって。1日だけピンク、インナーカラー。いやそのあれよ、なんかこう曲のイメージとかもあるんでね。でも最近でも今回の曲やったらもしかしたら良かったかも。今回の曲は結構可愛い系やったんで、髪の毛とかも毎回変えてて。実はマラヒーハーフツインが一番似合ってる。嬉しい、ありがとうございます。あ、今日カフリンの誕生日、おめでとうおめでとうございます。カフリン推しの皆さんもおめでとうございます。いやそうで、なんで今回はさすがに月欲しいとかさ、そういうクール系な曲でさ、こんなツインテールとかやってたらちょっとあれじゃないですか。でも今回の曲はもう衣装も可愛いし、なんかこう皆さんに楽しんでもらいたいなと思って毎回変えてたんですよ実は。そう、黄色のリボン可愛かった、ありがとうございます。気づいてたよ、それが意外と似合ってたよって。あ、本当ですか、嬉しい。モフモフの靴可愛かったよって。そう、あの MV の靴ね、森みたいな靴、あれもあの靴見た時に可愛いと思って、絶対にあれ履きたい履きたいお願いしますって思ってたら、こうスタイリストさんがあなたはこの靴でみたいな感じで言ってくださったんで、やったーって。トレンドにも入ってたよって。いやそう嬉しいです、本当に。なんか歌番組とかで今回すごい皆さんがね盛り上げてくださったり、でもびっくりしました。なんか本当にみたいな、嘘ドッキリみたいな。でもこんな私一人のためにこんな全世界全何を全 X とかそれを使ってドッキリなんてするわけないしっていうので、へーみたいな、でもありがとうございますって嬉しくて。だからそうなの、なんか本当に見つけてくださってありがとうございますって思いました。だからなのでせっかくなんでそういう時にいろいろなんか発信したいなって思って、全世界をかけたドッキリだったら、いや怖すぎる。でもそんな一人のためにしないでしょ絶対、盛大すぎるわそんなん。もう見つかってくれてありがとうって。いや本当こちらのこっちこそですよ。なんか本当に諦めずにというか、ずっと皆さんが応援してくださったおかげで全そう
でもなんかその新しくファンになってくださった方も応援しやすい環境でいたいなっていうのすごい思って、なんかこの子可愛いみたいな、初めて見てくださった方が言ってくださったりするのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。でそこになんかえなんでこの子みたいな、そういうのもしかしたらその人がなんか例えばあこの子日向坂の子なんだみたいになってひなあいとか見てくれたら、その初めて可愛いって思った子以外の子ももしかしたら好きになってくれるかもしれんやんって思ったら、なんかねもったいないことしちゃうなって思っちゃう、そういうの。だからもうどんな人でも、昔から応援してくれてる人も新しい人もみんなが一緒に楽しめる環境でいたいなって思います。うん、ほんまにねって、そうよね好きって、いやありがとう優しいって、ありがとうございます、これからもついていくねって、嬉しいです、素敵やんって、素敵。でもそれこそあの初めてフィッティングした時、今回の衣装もなんかあの衣装めっちゃ可愛いって思って、でも最初なんかリボンとかなかったんで、珍しく自分からなんかリボンとかアクセサリーとかないんですかねみたいな言いに行ったら、こうつけられることになったんで本当に感謝です、皆さんに。つけたら絶対に可愛いと思うって言って、だから良かった、そうやって言って、なんかこういろいろリボンとかもついて、それがこうなんかね結果いい結果になったんで良かったんです、ナイスって。そう間違いなかったわ、言って良かった。良かった良かった、そうカチューシャとかみんな可愛い、今回の曲もうひなのにもぴったりだし。でも昔結構あの皆さんご存知の鬼教官さんがいらっしゃった時に、結構どういう路線で行こうみたいな話してた時に、意外とこういうめっちゃ、まあ、サンリオとかちいかわとかもうめっちゃ人気なんで皆さん好きだと思うんですけど、こういう特化して好きな人、もう昔から好きですみたいな人、そういうキャラみたいな、マナフィーぐらいやし、なんかそういうそっち系っていうんですか、そういうのもありだねみたいな話してたんですけど、まあさすがに曲の雰囲気とかもあるんで、そうブリブリ系はなかったもんね、そう可愛い系、そうそうそう、だからそれがなんか今回できる期間になって、少しでもいい方向に行ってたんだとしたらなんか良かったなって、その数年前の話が今こうちょっとずつっていうのは良かったなって、そう。ね、いろんな、そうなの、いろんなカラーできるのがいいですよね、日向坂。いい話や、そう、よかった。ナッチョの舞台見たって、もちろんですよ、もうみんな幕が上がるも見ましたよ、幕が上がるとか、それこそあのももクロさんめちゃくちゃ好きって話してたじゃないですか、その時から見てて、それをメンバーが日向坂のメンバーがやるってへーみたいな、めちゃくちゃすごいって思って、
見に行ったし、スジのももちろん見に行く予定です。え、あと10分、やだやです、やだやだ、待って、あの話すな、これ話したいなみたいなやつちょっとメモってきてたから、ちょっと話してたか見ますあ、でも話してそう、でもモノノフだったんだね。そうですそうです、早すぎる、なんかこれ話してないよみたいなやつ、やだやだってみんな言ってる。お知らせはないのって、あのなんでショールームを告知忘れないでって、あ告知か、でも今日なぜショールームやったのって、ショールームやりたかったんでやりました。あ、そう、あのやりたくて、それこそめっちゃ、あ倍速で話してって、あそうそうそう、でやりたくて、もうなんかゲリラ的にやれたら面白いんじゃないかみたいな、なんか思っちゃって、もう極端な話5人とかしかいなくても5人と自分マナフィーの空間でも面白いなって思って、急にできたらいいなって、えゲリラも嬉しいって、それでいいんやでって、でもそう聞いたらちょっとそれは無理だったんでそうそうそう、今日やりました。どういうことよって、あ1万7000人ありがとうございます。でもどうなんですかね、この時間帯ってどうなんだろう、みんな眠いって、やりたい時にやるのがいいよ、2列目待ってる。いやね、本当にこれからどうなるか分かんないですけど頑張りたいです。5人はベイビーすぎるって、俳句でも、俳句も頑張りたいよね、この時間がちょうどいいって、あちょうど一番いい時間、あそうなんですね、ちょっと眠い、全然いいです、眠いっちゃ眠いな、寝る時間、あ人によってまあでも違うか、そうね人によって違いますよね。誰かと一緒にって、ああ一緒にね、一緒にもいいですね。もずく飲んでるの？もずくじゃない、あーなんでしょう、クイズなんでしょう、正解した方にプレゼントあげます。お水って、ノンノー、もずくノー、青汁ノー、センブリ茶ノー、ノー、お茶、あ惜しい、何、じゃあヒント、お茶、何茶でしょう、お茶、何茶、ほうじ茶、ノー、紅茶、ノー、ノー、ノー、ルイボスティー、ああ正解いた、おめでとうございます、一人だけいた、あーどんどん来た、正解ジャスミン茶でした、プレゼントフィーを差し上げます、フィー、大量のフィー、ジャスミン茶でした、すごいって、紅茶ちゃんかいって、そうでした、正解した方、正解できなかった方ぜひね、高瀬マナで感想よろしくお願いします、大量のフィー嬉しい、ゴイゴイフィー、あそうこれミーグリの定点カメラで生まれたギャグ、ちょっとあのゴイゴイスーのちょっとパクリみたいになってるんであれなんですけど、フィー差し上げます、もっとやってほしい、フィーシーシージュニアさあノーノー出ちゃった、またノーノー言っちゃったわ、そうまたフィーシーシージュニアなっちゃったちょっとじゃないよってギャグなのってパクリ、ウインクウインク、マナティーじゃないよ、マナフィーだよ、フィーいただきました、ジョイナースできましたか、ぜひぜひね、面白かったって、フィーシーシー加入しますあまさかのいいよんください、いいよん、
フィウレフィやった、いい音聞けたってよかった。スクショタイムやってないやん。スクショフィーいいなんかやばいやばい、終わっちゃうじゃん、嫌すぎる、無理無理無理、もう永遠にできるわここまで来たら。ふんふんだよ。なんか言ってないことあるかな、めっちゃ。でもまたやればいいもんね。明日もお願いします。明日もいいね。でも明日はできなそうまたもちろんまたやりますよ。なんか喋ってたらすぐ1時間ってすぐ。いやそう、ブログもさ聞きたかったんよ。ブログさ結構さなんか割と毎回濃いめというか、話したいこと割と結構書いて更新してるけど、毎日というか、まあできる限りちょっとでも、なんかミーパンとかさ、この後 M ステ見てねとかだけやったりするやん。そういうのを毎日ぐらいあげるのか、濃いやつをちょっとずつなんかあげるのか、どっちがいいんだろうなって。なんかさこう更新したらアップされるわけやんか、いろんな更新しましたよみたいな。それで嫌でもなんか毎日に皆さんに見ていただけた方がいいのか、どっちなんやろって。1ヶ月だけ毎日更新チャレンジしてみたらって。あーそっか、それでどっちか見るのもいいかもね。そう話してたのよ、これどっちがいいんだろうねって。なんかみんなでこう、今って絶対まず知ってもらうことが大事じゃないですか。こういろいろまあ番組とか出させていただけるようになってるとはいえ、ミパンのはさすがにって。あそう、夏休み、あそっか今夏休みなんや。マルフィーが負担がないのでって、大したことじゃなくても毎日やってほしい。そう、この間ちょうどトシちゃんとミーパンと話してたんです。毎日やるのかどっちがいいんだろうねって。まあでも嫌な方はさもう見なければいいだけなんでどっちでも嬉しいよって。あやばい、あと2分、あー誕生日まで毎日チャレンジ。あそうなの、 X で通知されるからねって。そう、そしたらさなんか見ていただけるじゃん、写真とかだけでも。たまに嫌でも出てきたりするんで、それでなんか広まってったらいいなって。一言でも続けるのが大事だって。あそう、短いと見やすいね。本当メッセージはもちろん送るけど、メッセージって本当に自分のことが好きな方が多分多いかなって思うから、プライベートの話とか、それこそ今日は何々だねとかさ、なんか特別感。ブログこう知らない人に知ってもらうためにはブログかなっていう。そう、嫌なわけないよって。あと1分やで、やばいやばい。じゃあちょっと考えますね。またなんかまあいろいろレターとかで教えてください、どっちがいいかあと1分、ブログは大事だねって。あこの子のことよく見るっていうのがまずは大事。あそうね、そうですね、延長してよって。あでももう1分1分、楽しかった。なんか久しぶりすぎたけど、話し始めたらもうなんか一生話せますこれからって感じ。なんかもうご飯会の時もそうやけど、これからまたこの後いっぱい喋りたいっていう気持ちです今ありがとうございました、楽しかったよ、楽しかった。なんかもっといっぱい話したかった、話したりないぐらいがちょうどいいねって。そうですね、ありがとうございました。この時間にたくさん皆さん見に来てくださったり盛り上げてくれて、またそうまたやります、頑張ってね。ありがとう、ありがとうございました。絶対またやります、ハートフィー、また会おうね。ありがとうございました。
またするときはぜひ絶対見に来てください。ありがとうございました。